Everyday moments are the important moments that connect us. Kiuna Goya. みなさんこんばんは。9月29日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。あのね、王子ね、最近ね、またまたちょっと髪の毛がね、こう細くなっちゃいましてね、羊からね、王子地肌見えてますよってやだやだ、育毛剤が必要になりましたね。マスクマンでございます。おだまり。はい、番組改編がね、あちこち機関局でありまして、あー、なんか半期またこの季節来てしまったんだなぁと思いながら、新しい番組にちょっと戸惑いがちなみそ煮込みスキーと、いやー、番組ですね、改編ありましたけども、あ、もうなくなって残念だなぁと思うものもあればですね、あ、これいいじゃないっていうのもありました。ダンサーズでございます。はい、今週のテーマは掃除。今週のテーマは掃除です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして、今週は、来週1年になりますので告知があります。はい、お願いします。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バデサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。はい、ということで、メールがもう早速届いております。はい、紹介します。はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、清掃。僕は清掃が苦手です。トイレ掃除と窓のアルミ枠にたまるホコリを取り除く掃除、そして換気扇の掃除が特に苦手です。綺麗にすると気持ちが良い、健康にも良いとか頭では分かっているんですが、やるとなるとなかなか実行できないでいます。清掃を日頃からやる意識を持たないといけないという義務感と、実行に移そうとしない自分の気持ちに打ち当たりしています。後ろめたい気持ちになってます。だから年末など季節の節目には毎回清掃に時間がかかりますね。分かってはいるのですが、ではでは番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですよね、掃除もね、なかなかこう苦労するというかね、時間かかりますもんね。ありますね。うん、また隅々までね、やろうと思ったらね、結構ね、コン詰めてやっちゃうとね、あっちもこっちもっていうね、うん、そういう思いになりますので、ね、あれでも王子、執事いるんじゃなかったの？いや、そういう気持ち。たまにね、執事が怖い場合があるんですよね。うん、で王子もやりなさいっていう時がありますよね。そういう掃除全部お任せじゃないのかなと思いながら、いや、なかなかそういうわけで、自動機械のものもね、使っちゃダメと言われますからね。
全部手作業でやりなさい。手作業なんだ。なかなか厳しいですね。お黙り。はい。はい。で、続いてですね。はい、お願いします。はい、アレックスさんからですね。はい。ありがとうございます。敗退、名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。飼い猫の安倍ちゃんをお風呂に入れました。安倍ちゃんなんですね、名前。安倍ちゃんなんだね。かわいい。フォークスの負けが重なると、窓拭きしたり、床拭き、床の間をきれいにして、竹と水を入れ替えします。お風呂掃除もします。台所も油汚れ掃除。とりあえず、掃除で心を整えたら、次勝てる気がする。久しぶりに王子にセリフをお願いしてもいいですか？あ、久しぶりですね。久しぶりですね。ちょっとこれはなかなかですよ。最近ね、ちょっと行ってないですからね。試合前の。エコいる？エコいる？エコはまだですね。まだ、試合前の、中村明に言われたいセリフ。はいはい。いきますよ。はい。試合終わったら、一緒に帰ろう。王子も帰りたい。続いてですね。あれ、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 ちょっと、ちょっと、今さ、見てたら、王子もとかないじゃない、書いてないよ。あれ？ああ、そうだね。おかしいな、なんか、あれと思って、やたらにセリフ長いなと思ったら、勝手に足してるじゃない。あのね、最後にね、アレックスさんがね、うん、さあ、今日は勝ちたいなって書いてありますけども、今日はどうかな。王子のこのパワーでね、相手チームわからないですけどね、もしかしたら苦戦してるかもしれない、ホークスが。ごめんなさいね。ねえ、でもすごい、ベンチから LINE するって、まずありえないですよね。いや、もうこれはね、あれ、なんていうの、あの、はい、テレビ電話 ?LINE でなんか。LINE 電話っていうの、うん、ねえ、テレビ電話。うん、あれ、なんか、やられた時には本当に、ねえ、彼女だったらドキドキしちゃうよね。そうならない？いやちょっとそのベンチからないって絶対無理だな思いながら今見て、工藤監督にね怒られると思うよ。そりゃそうだ。試合に集中してねって。試合に集中せんとね。でも選手は言うよね、それどころじゃありませんって。はい、ではメールいきますね。はい、こんばんは、名越マナーさんからです。ありがとうございます。テーマ掃除、私は毎週月曜は掃除の日にしていますよ。お風呂場、洗面所、トイレ、キッチンと主にやっています。相方は掃除機と床拭きが担当ですよ。そして掃除もですが、家の中の観葉植物に水やり、自分のためのお花を買えます。そのために掃除道具がなくなるより、花バサミが2つも消えました。あら。どうしちゃったんだろう。そして、明日から次の月曜までには片付けだけで掃除は怠けていますよ。それではまたです。ということで、そうか、月曜日の日にやるってことなんですね。うんうん。うん。でもすごいですね。自分のためにお花を買えますって。ね、花を飾って心が豊かになるってことですよね。うんうんうん、まあ、そうですね。ね。うん。でも、掃除道具よりもなくなった花のハサミが気になりますけど。どこ行っちゃったんだろう。ね、あのね、ほんと最近王子もそうなんですけどね、うん、置いてね、何分も経たないうちにどこに置いたかわからないとよくあるんですよ。でもね、最近あんまり人のこと言えないです、私も。本当に、ね、そういうこと多くなりました ね。これもね、やっぱりなんていうんですかね、違うことばっかり考えてるもんだから、うん、一つやったらすぐ違うこと考えちゃうから、うん、まあ、それですぐ忘れちゃうんですよね。違うことってどんなことですか？いや、いろいろあるじゃないですか。多分ね、ご飯を例えば食べててね、うん、で、なんかお話しされると、うん、俺今何を食べたん、ちょっともう本当にそういう時あるんですよ。でね、よく王子ね、ちょメガネしてるんですけど、うん、メガネ置いた場所がすぐに忘れる。本当に。でもちょっとわからなくはない。なんかこう手に持ってたはずの、あれ、さっきどこに置いたっけみたいなの最近ちょっとあります。そう。だからね、まだまだそういうね、うん、
病気の部類ではないと思うんですけど。いやいや、もう病気だと思う。こう、注意力が散漫って。そう、注意力散漫って。まあ、まあ、いろんな意味で病気かもしれないけどね。そう、うん、ちょっと、じゃあ次のね、いきます。はい。はい、お願いします。ラジオネーム、キモニシークワーサーさんです。チムニーね。チムニーシークワーサーさんですね。あ、いいんです。チムニーシークワーさんです。うん。うん、あ、そうかそうか、ごめんごめん、そうなの。うん、はい、チムニーシークワーさんです。はい、久しぶりにメールします。ありがとうございます。ありがとうございます。我が家にはロボット掃除機のルンバが1台います。名前はルンバくん。そのままやないかーい。エコーなかったね。だってエコーの合図してないじゃん。目でわかると思ったんだけどね。夫婦とも稼ぎのため。今ね、ダンサーズ目そらしてたから。あのさ、今ね、せっかくメール読んでるんだから。ね、夫婦とも稼ぎのため、留守中に、留守中に、ごめんなさいね、留守中に掃除してもらおうと3年前に買いました、うん、ところがルンバ君が活躍できるのは障害物がない床やカーペットなんです。子供たちが散らかしたままの片付け、うん、子供たちが散らかしたのを片付けてからでないと、うんうんうん、お出まし願えない。あの、今日、いい感じだね。何いい感じって。フォローしてくれて。仮に。もうなんか、フォローというか、介護しないといかん気がしてきた。あ、そうだね。なんか、メールがなんか今日すごい。ちょっとメールがおぼつかない感じだからさ、大丈夫かなと思って。大丈夫じゃないね、今日はね。仮に、紐状のものを、ルンバ君が巻き込んだら途中で止まってしまいます。だから、掃除にかける時間を短縮するつもりだったのが、掃除の準備に時間をかけているという矛盾を抱えていることになったわけです。でもルンバ君、ベッドの下の掃除の時は今も大活躍です。おあ、まあ、チリが細かいチリとかなんですかね。ベッドの下、実はね、ルンバ君、うちもいるんですけど、ちなみにうちのルンバ君はルンちゃんなんですけど。またまた、まあ、安易な名前じゃございませんか。実はですね、これ買ったわけじゃなくて、貸し出されてるんです、の友達から。いや、貸し出され、借りてるね。いや、借りてるというか、貸し出されてるんです。貸し出されてる、年月はだいぶ長いんですか。ルンちゃんどうだろう、今半年くらいかな。あ、半年もいらっしゃるんですか、うん、いらっしゃいます。で、やっぱりそうなの、コードに巻きついてうーんってなってたりとかします。だからね、まずルンバを動かすために片付けなきゃいけないんですよ、やっぱり。じゃないと、もう気がついたらなんかケーブルとかをくるんくるんに巻き込んでたりとか、なんか扇風機のコードをくるんくるんに巻きつけてたりとかする。だからその日、ルンバ君が動くところのこう道を開けてあげなきゃいけないとか、そういう感じですかね。そうそう、だから巻き、まず巻き込むものをどけてあげないといけない。何にもないところを掃除させるのはいいんだけど、こう、結構コンセントとかって、だってコードとかいっぱいあるじゃないですか、リビングとかも。はいはい。それをまず上に乗せ、ルンちゃんが巻き込まれないように上に上げるところから。なんですよ。あ、まあ、いろいろそういうこと、下準備がね、必要ってことなんですかね。ただこのね、そうそう、すごい、だから言ってる意味わかります。このね、ベッドの下のね、掃除の時はいつも大活躍ですということなんですけども、うん、そうですね、届かないところはすごく、ね、ね、でもちょっと落ちてしまったお金とか知らん間にルンちゃんがね、吸い込んでるんでしょうね、きっとね。まあまあそうでしょう ね、 ね、まあ、王子の場合はベッドの下は大変ですよ、掃除できないと思う、ルンバ君ではね。なんで、まあ、それはなかなか言えることじゃございませんけど。あんまり、じゃあ追求しないと、あんまり追求するとね、ダンサーズがもう、マイクのスイッチを、ね、入れてくれなくなりますからね。カオス下げられるね。そうそう。ツイキャスで裏添えのしんちゃんさん。チームワークがバラバラやんってか。今日の王子は、あれだよ、なかなか、ね、スタートダッシュが悪いよ。でひろっちさん、僕は衣替えを兼ねて散らかった部屋の掃除をしました。本を片付けていたら、本と本の間から500円玉が出てきて、ラッキーとつい叫んでしまいましたって。やっぱり出てくるんですよ。うん。ね。
ですね。あ、王子にお願いがあります。おがちからもちさん、何何、朝晩冷えるようになってきたら、うん、来たから僕を温めてとエコーをかけて言ってください。いや、温めることはちょっと不可能じゃないですか。なんか皆さんもうダウンジャケット必要の時間。おがちからもちさん、青森だからね、寒いのよ、もう涼しいの。あ、そうか、うん、え、な、なんで、え、コメントねえねえ、あ、温めてってエコーかけて言ってって。はい、じゃあ、はい、行きます。はい、おがちからもちさんに、では、それではですね、はい、温めてあげるよ。キュ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 。かわいい、かわいい。ちなみに、おがちからもちさん、男性ですけどね。いや、いいですよ。いいですよ。ギュッとかしてたからいいかなと思って。やっぱりね、そういう今ね、ソーシャルディスタンスが、ね、必要な時でございますけども、うん、やっぱりね、密着プレイが必要。はい、次。あ、もうちょっと、とりあえず CM いっちゃおうかな。はい、CM でーす。キウナゴヤ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナゴヤ。来週はですね。いきなりか。いきなりですか。いきますよ、じゃあ、私から。え？はい。来週は、なんと1周年記念ですよね。はい。1周年です。じゃあ、それ言おうと思ったら。じゃあ、はい。じゃあ、王子、どうぞ。いや、それをまず言いたかったんだよね。いや、言いたい。いや、今だって。わかるけど、順番があるんでしょ。はい。はい。お知らせです。お知らせでございます。はい。はい、ですね、感謝のね、気持ちをね、込めてですね、はい、皆様ね、リスナーの方々にですね、こちら、名古屋のね、3人がですね、はい、ちょっといいプレゼントをね、うん、ちょっと企画しておりますので、ただこれはね、うんうん、ほっかほかですよ。ここ、ね、ん、ね、もしかしたらそういう感じ。あのね、ダンサーズ、ね、王子、みそちゃんがですね、はい、それも本当にパンツの中からさ、ほっかほかのものを出してね、皆様にね、はお届けするかもしれません。意味が分かんなかったけど今。それ、あの、それぐらい、あの、心の困ったっていうことなんですか。ああ、なるほど。例え飛躍しすぎだよ。いや、それぐらい、あのね、なんか、ちょっとね、こう、温めたものっていうね、うん、要するに温めたものでは、まあ、いろんなことを考えてですね、皆様に喜んでいただけるものをね、うん、ちょっとね、プレゼントしたいなっていうふうに考えております。はい、はい、そうですね、うん、
来週1年ということで、その3人からそれぞれいろいろ選んでプレゼントということで、プレゼント企画をしようと思ってます。そうですね。うん。ツイキャス、はい、泉さんの特急サダンさん、はい、王子の写真かな、はっきり言います。ないです。うん。今回は、ちょっと杞憂名古屋のグッズとか、うん、王子のプロマイドとか、そういうのではなくて、はい、まあ、もうせっかくですから、はい、この杞憂名古屋らしい、なんか、うん、名古屋のものとか、そうですね。まあ、あと、うん、例えば王子よりすぐりのものとか、うん、王子の使ってる何かとかいらないからね。うん、いや、それが欲しいかもしれないよね、みんな、ね。いやいやいや、そういう、なものじゃなくて、そう、なんかこう、杞憂名古屋らしいものを何かそれぞれがチョイスして、プレゼントということで、やろうかと。はい。で、まあ、その応募は、ちょっと来週に、また、キーワードなんか発表して。そうですね、キーワードがありますので。で、それで、来週募集しようかと思ってます。そうですね、どしどしね、うん、メールをいただいてですね、うん、ラジオネームですね。と、住所、氏名、電話番号。あ、でも今週じゃないよ。今、今、なんか、そうし、ん、伝えてるけど。うん、来週ですよ、うん。来週ですよ。来週ですよ。うん、で、まあ、一応ね、そういう、メールをいただきたいなと思っておりますので、うん、それまでにね、こちら3人がね、考えたものをね、うん、そうですね、ちょっと、いろいろ考えます。うん。はい。そうなんです。ということで、来週、プレゼント企画をやろうかな、というお知らせでした。うん、はい。ネームぴょんぴょんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、掃除。我が家では息子たちが分担して炊事、洗濯、掃除をしています。その代わり、私の仕事が休みの時は私が炊事、洗濯、掃除をしています。私に仕事以外できるだけ息子たちが家のこと任せてくださいって言ってくれたので、ありがたく甘えさせてもらっていますということです。うん、すごい、息子さんたちが。そうですね。ね、お仕事してる時は、やりますよ、うんうん、やるよって言って。それはですね、本当にね、うん、すぐすぐ、いい子に育ってますね。本当。どうですか、うん、マスクマンチは。マスクマンチ、羊は言うこと聞きませんよ。ちょっとね、羊なのに。羊は言うこと聞きませんよ。本当にもう。なんかさ、さっきから話聞いてると、王子の方が立場弱くないかな。それは年々そうなってくんだよね。ちょっとね、なかなかね。いや、羊っていうのはいろいろ王子の身の回りのお世話をするのが羊じゃない。そうなんだけどね、うん。なかなかそういう風にならないんですよね。だからね、ずっとね、いまだかってね、うん、王子のままでね、王様にはなれないんだよね、なかなかね。王子のままなんだよね。そうか、王子だもんね。王様じゃないもんね。位が上がらないんだよね、全然。おじさんになっても王子だね、よく考えたら。そうなんだよね。メールお願いします。はい、これはですね、銭形警部からですね、はい、ありがとうございます。みそさん、足の具合は良くなっていますか。はい、ぼち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 でございます。ぼちぼちそう。でも本当に元気そうにね。だけどね、急ぐとね、うん、すぐ足が痛くなったり腫れたりするからね、リハビリはね、焦らず自分のペースでっていう感じでした。そうですね、まあ、無理してはね、いけませんので、ね、うん、なんかそうやって理学療法士さんにも慰められながらやってます。はい、はい、私も情けないことに2週間前スクラップ解体作業時に誤ってドアを右足親指に直撃し、先端が骨折して、全治2ヶ月の上、ダメージによる影響で、爪も剥げ、肉が丸見え状態で痛い始末です。病院行ったの？痛いね、もちろんそうだよ、ね。これちょっともうね、この文面だけでも怖いじゃないですか、なんか痛いだし。大丈夫かしら。よんないよんないやっています。さて、今週のテーマ、掃除。といえば、忙しい中、2日前に部屋の棚にある、不要な郵便物や1年以上経った領収書や書類を
断捨離して掃除をしました。まだ他の場所に断捨離していないものがあるので、10月から時間を見て掃除していきます。今年も終わりに近づいていますね、ということですね。でも本当にお大事にしてくださいね。あのね。いやー、2ヶ月そう、うん、大変だ。あの、全員方警部ね、掃除とこの騒ぎじゃないよね。じゃないよね、もう本当にね。断捨離仕事もやられてるからね。ね、してる場合じゃなくて、もう、あの、足を、ちょっと、ね、養生していただいて。養生しないって本当ですよ。もう、無理が効かないんですから。そうなんですよ。ね、本当に、ね、気をつけないとあれですけどね。こういう時は本当にちゃんと直すが一番ですよって、うん、私が言うのもなんですけどね。説得力ないですね。説得力ない。いや、もうやっぱりこういうものはもう皆さん気をつけてね、もうあの、ね、ゆっくりね、あの、確実に治るようにね、ね、養生してほしいなと思います。はい。はい、ということで、じゃあ、いきますね。もう一つメールあります。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、掃除。個人的に古いものが好きで、気がつくといろんなガラクタが集まってしまったのですが、掃除の際にいつも悩むのがカビ。ああ、沖縄あるあるですよね、うん。ショーケースやジュークボックスの中、古雑誌、レコードなどに付着しているカビの除去がなかなか面倒です。とりあえずアルコール等で対処していますが、何か良い方法があれば教えてもらえると大変ありがたいです、ということです。カビの。カビ。でもね、やっぱりアルコールなんですよ。今日なんかニュースでもやってたけど、やっぱりね、その、植物標本でカビっていうか、泥とかカビとかついたのを落とすのは、やっぱりアルコールで地道に落として、綺麗にするっていうのをやってて、それを見てたら、やっぱりアルコールなんだなと思って見てました。だからやっぱり、アルコールでしょうね、うん。アルコールもあれですよね。多分、きつっ。ものとこう弱いもの、うん、があって それによって多分そのカビの種類なんかにこう適応するのがあるんじゃないですかね。あんまりきついのでも。アルコールのね、濃度は、やっぱりまあ、なんだ、消毒の濃度とか、やっぱ適切な濃度、うんうんうん。例えば冷蔵庫だったらもっと濃いものがいいとか、うん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 、消毒するなら、ね、それこそ今 70% 台、80% 台かなぐらいの濃度がいいとか、うん、ね、いろいろ決まってますよね。それぞれそうやって用途に合わせてですよね、うんうん、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではそろそろエンディングですか。そうですね、はい、はい、来週のテーマは油。来週のテーマは油、オイルです。オイルエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バデサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。ツイキャスも鶴ヶ島のカーズ兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。小勝からもしさん、泉佐野の特急サザンさん、浦添のしんちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございます。では、来週は一年でーす。そうだよー。閉店ガラガラ。はい。はい。ツイキャスありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あれ何も言わないんだね。もうヘッドホン外してるし。ありがとう。ありがとうございました。耳が見えてる。じゃあ、また来週は一年プレゼント企画ありますので、ぜひご参加ください。ありがとうございます。キーワードを言ってね。うん、キーワードちゃんと聞いててね。聞いてね。はい。それでは。さよなら。さよなら。